糖尿病患者に対しての朗報です。私も糖尿病が長いんで、この間ソマジットが入った北海道の、健康食品カルシウム、5億年前の貝の化石から取れたカルシウムの、アマゾンとかでも売ってます。私は 100g2000 円で買いました。まあ、200g4000 円のがあるんですけど、まあ、試しに、まあ、5、6年前から知ってはいたんですけど、食べる気しなかったんですけど、で10日ほどね、1日 3g 水に溶かして飲んだんですけど、まあ、すごく良かったです。膝から下がね、悪い人っていうのは重いんですよね。一番悪い時なんかもうね、鉛をねつけてるみたいに重いんですよね。それがね、たった10日でね治りました。じゃやっぱ血流が良くなるんでしょうね。だから糖尿病患者で悪い方は、一度試してみてください。ソマティットの入った北海道の、貝の化石を潰したものです。まあ、人によってはね、全然効かないとかいう人もいますけど、効く人もあるんで、一度試してみるといかがですか。それから何でしたっけ、あれにがり、あ、そうそう、マグネシウムが入ってにがり、あれも結構いいですよ。喉の渇きがね、一発で治ります。マグネシウム、ただしそんなにね、小さじ1杯を30倍とか50倍に薄めて飲んだ方がいいですよね。小さじ1杯もいらない、小さじ半分ですね。そうするとね、喉の渇き、ある人によると血糖値がね、もういっぺんに下がったとかいう人もいます。で、やっぱ悪い人はね、簡単には下がらないですね。だから人それぞれで、効果のある人は合わない人。それからね、めちゃくちゃね、たくさん飲んでね、下痢するまで飲むような人もいますけど、それはやめた方がいいと思います。やっぱ程度っていうのあるから、少しずつは長く続けた方がいいと思います。とにかく、糖尿病患者たくさんいます。まあ、試してみていかがですか。にがり、それからソマジット、おすすめします。今日は9月15日、ありがとうございました。